はい、今回はですね、このスペクタルソニックスからリリースされているこのオムニスフィアについてご紹介したいと思います。はい。で、このシンセはですね、今すごい人気ですよね。はい。この音がいいっていうのがもう最大の魅力なんですけども、普通のシンセに比べてすごい容量がたくさんあるんですよ。ああ、普通のシンセが例えば1ギガだとしたら、これが50ギガとかそれ以上になっています。この容量がですね、これはサンプルベースって言われていて、普通のシンセは元となる波形がいくつかもうシンプルな波形があってですね、これに対してつまみで音を作っていくっていうタイプなんですけども、オムニスフィアに関してはですね、一個一個マイクで録音されているので、まあその分膨大な量になるんですが、音色がかなり保証されているって形になります。はい。まず実際音聞いてみましょうか。いくつかこんなクリックしていくだけで聞けるんですね。いろんな音ありますよね。はい。でも今聞いた感じでもう高音質なの分かってもらえるんじゃないかなと、すでに。はい。でもやっぱりこんだけですね、音数があると聞いてる方が時間かかるというか、聞いて決めたっていうのとフレーズを打ち込んでいくって言ったら聞いてる方が長いんじゃないかみたいな、あ、恐れもあるので、ここちょっと効率よく、探せる目的の音色にたどり着けるような方法をご紹介したいと思います。はい。まずですね、最初にある程度フレーズ打っといた方がいいです。で、今だとコードを打っちゃうわけですね。で、ループさせておいて、で、ここで、こう、音をどんどん聞いていくっていう感じですかね。で、例えばじゃあ、今、どんな音聞きたいですか？パッドとか。パッド系。はい。だとしたら、もうこれ、カテゴリーの中にですね、こう見ていくと、パッドっていうのがあるんですね。はい。こう選んであげると。そうすると、だいぶ絞り込みがかかる。まだ多いですけどね。絞り込みがかかって、で、さらにこう見てください。タイプってありますよね。どんな感じがいいですか？じゃあちょっと真ん中のブライトパッツっていうのが OK です。じゃあこれを選ぶと、はい、さらに絞られました。さっきより少ないと。そしてまあジャンルに関してはまあそこまで決めなくていいっていう時はオールにしとけばいいんで、はい、あとはこうクリックして聞いていくと、この時ループしておくと便利ですよね。まあいろんなこのパッドとかストリングス系の音が聞けちゃうよと。はい。で、この時にこのプレビューロードっていうのを入れておくと、まあ、素早く音を読み込むことができるんですね。あ、今一瞬こう音を選んでからの待ち時間ってありましたよね。はい。それがかなり軽減されます。あとは下の矢印、上下矢印ボタンなんですけども、ここを押していくと要は素早く音を切り替えていけると。あ、この2つ組み合わせていくとかなり探しやすくなるんじゃないかなと思います。はい。こういう風に探していくわけですよ。はい。で、気に入ったらまあこのまま使ってあげると。で、プレビューロードを外す。こんな感じで読み込むことができると。はい。目的の音まで到達できるって形ですかね。あと、こう聞いていく中で、今この曲ではちょっと使わないけど、また今度使いたいなということが結構あると思うんですね。その時はですね、この iTunes のですね、こうお気に入りの曲みたいにレーティングが付けられるので、はい、もう気に入ったらとりあえず星つけていくっていうことを習慣にするといいかなと。ああ。で、星付けたものに関しては、左の、ソートって書いてますね。はい。そして、このレーティングっていうのを押してあげます。するとですね、星順に並んでくれるんですね、これが。ああ。なので、あ、気に入った音色符、これだなとか言って、すぐに探すことができるので便利です。これはいいですね。これ便利ですね。っていうのが、まあ、音色選びの基本になってくるかなと思います。はい。で、次回は、まあ、選んだ音に対して、まあ、これをどうやって曲に馴染ませていくのか、そのエディット方法なんかもちょっと伝えていけたらなと思ってます。はい。はい、という感じで、じゃあ次回をお楽しみにしていてください。はい。じゃあ今回もどうもありがとうございました。ありがとうございました。